喉が渇いた。先輩どんな感じ？さっきまで苦しそうにしてたけど、今は落ち着いてる。お医者さんに早く見せないと。そうしたいけど、この状況じゃ。東雲先輩も私たちと同時に来たのかな。多分意識が戻れば何かわかるかもね。とりあえずあのバカが戻ったらこれからのことを決めよう。うん。東雲先輩、ゴートと一緒のところをよく見たな。もしかしたらこの人も未来から。こんなになっちゃってるけど、ここが私の住んでた2025年の町。四季島は明治期の動乱に政商として財を成した財閥。就職先人気企業ランキングに常に関連企業の名前が並ぶ。四季島重工は明治に造船所として始まり、後に航空機事業と合併、戦時には兵器製造を中心に発展した。戦後は家電からロケットまで製造する四季島関連企業の一翼で世界的な機械メーカーだ。お、いたいた。戻ってきたな、この野郎。戻ったぜ、美和子。偉そうに。お前何を怒ってんだ。ちょっと目を離した隙にあんたが勝手に家に戻ったから、こっちはここで待ってたのよ。包帯の2年は？それがまだ起きないの。じゃあどっちにしろ動けねえだろう。そういう態度なわけ。どうだったの？ほれ、まずは飲めよ。壊れた自販機から飲み物くすねてきた。お前もともかく食い物と水がねえとな。缶詰や缶ジュースなら探せばありそうだぜ。ありがとう。それあさってる時カレンダー見つけてさ、2025年のだったよ。お前の言う通り、ここは未来っぽいな。街はどこもぶっ壊されてて、ここと似たようなもんなんだが、とんでもねえもんがあちこちにあったぜ。とんでもないって？怪獣だ。怪獣が死んでやがんだ。トラックサイズの鉄のゲジとか、ビル並みにでかいずんぐりしたやつとか、至る所に止まっててよ。俺虫ダメだから気持ち悪くて調べてねえけど。それでなんで死んでるってわかるの？ちぎれてんのもあったから絶対死んでるって。なんだよ、あれ見たらお前もそう思うって。あんたんちどうだったのよ？俺んちがあった場所にゃでかいビルが建ってた。半分崩れちまってたけどな。私の家は？美和子んちは広い駐車場になってた。ママやパパは？40年も経ってんならどうなってるか全くわからねえな。私の家はどうなっただろう。私も自分の家がどうなってるのか、両親が無事なのか確かめたい。今度は私が行く番ね。悪いけどここにいて。うさみちゃん。おい待て、美和子は2年とここにいてくれ。
私の住んでたマンション、こんなになっちゃった。ごめん、だいぶ落ち着いた。もう気持ち切り替えないと。無理しなくてもいいだろう。泣きたいときゃちゃんと泣くべきだ。泣いてなんかないわよ、バカ。それじゃそのひっでえ鼻声は風邪か。元からこういう声なの。そうか。1階のケーキ屋さん、洋梨のタルトが美味しかったんだ。よくめぐみと食べたんだ。友達か。うん。めぐみ、町がこうなるのを見てたのね。だからあの時。こうとレイヤメ、学校通ってる場合じゃないでしょ。それも40年前の学校なんか。この子たちも一見同年代に見えるけど、私の時代じゃ50代のおばさんか。不思議な感じ。出せてごめんね、ミワちゃん。イオリちゃん、どこ行ってたの？ベッド空いてたし、保健室で寝てた。それで6限サボったの？そうなのよ、びっくりした。授業終わってて。しまったな。後ろの席の同級生だ。のどかだね。しょうがない。他にできることもないし、図書館にでも行って敷島について調べてみるか。しかしスマホないの不便だな。あ、待って、めぐみ、トミ、あんたもここにいたんだね。無事でよかった。めぐみ、私たちの町どうなったの？あんたあの後残ってみたんでしょ？それは教えて。パパとママは？コートの言ったこと嘘だよね。あ、そんなわけないよね。あいつさ、泉だよね。あいつ同じクラスなんだけど、声かけても他人のふりするし、おどおどしてておかしいのよ。なんかあったの？彼は戦いで記憶を失ったの。え、頭打ったとか一時的なやつだよね。二度と元には戻らないって。嘘、あいつ完全に別人じゃん。あんたのことも覚えてないの？諦めるしかないってこと？諦めるわけない。諦めたりしない。できない。ごめん、めぐみ、ごめん。